ベニバナボロギクは、キクカベニバナボロギク族の一年草。柔らかな草で、筒状の先端が赤くなる花をつける。ひょろりとした柔らかな草である。原産地は、アフリカで南洋方面に帰化している。日本では、第二次大戦後の帰化植物として知られるが、意外に、山間部に多く、特に森林が伐採された際などに一斉に出現し、パイオニア植物としての姿を見せている。 花は菊のようにならず、筒状の登場果樹は、感状花を揃えて束ねたたような形で、先端だけが赤っぽくなる。日本では、家畜や、日本国外では、野菜として利用される例もある。和名の意味は、紅花ボロギクで、紅は、花の色による。ボロギクは、ダンドボロギクのボロギクなど似た姿の植物に共通に使われている、ものである。 その意味については、種子の綿毛の様子がボロ布のを散らかしたようだから、とする説も流布されているが、根拠は薄い。牧野あのボロギクについて、沢ギクの別名がボロギクであり、それに似た野生のものの意味で付けられたことを記しているため、これが元でその後にこの類にも適用された模様である。ちなみにのボロギクの侵入は、明治初期、ダンドボロギクが1934年である。 全体に柔らかで水気の多い草。一年生なのでもちろん地下茎はなく、根も貧相。茎はあまり分子せず、まっすぐに立ち、草丈は30から70センチメートル。茎は赤紫に染まることがよくあり、葉の主脈にも赤みを帯びることが多い。葉は薄くて柔らかく、やや先の広がった楕円型から通卵型で、先端はやや尖る。木部近くは、 大きい葉ではまばらにうじょうに裂ける。葉の両面には伏した毛がまばらにあり、ややザラつく。葉の縁にはやや細かな巨子がまばらにある。花々は夏から秋、茎の先端がまばらに分子してその先端につく。花のすぐ下で柄が大きく曲がり、横からうつむいて咲く。頭花は先が細くなった円筒型で長さ10ミリメートル位。 花柄の先端は広がって浅い逆円錐型で、その一番広がったところに小さな外双方が一列に並んでいる。その内側から出るうち双方は互いに密着して、先の細くなった円筒型になり、その内側に花を収めている。小花は全て環状花で、絶妙花はないので、花が咲いても色がつく程度で、肩の上では頭花の先端が若干膨らんで見える程度。 果敢は、レンガ色で、鮮やかな赤ではないが結構目を引く。めしべの先端は二つに裂け、その先端は長く伸び出し、後に巻くようになる。種子は、長さ2ミリメートル、先端に、長さ12ミリメートルにもなる白い綿毛が多数ある。日本では拉致に生える。やや湿ったところを好む。乾燥した道路沿いなどには少ないが、湿った畑や溝の脇などではよく見かける。 時に集団で生えて一面に綿毛をつける様子は相関でもある。面白いのは山間部において森林伐採や山火事の跡地によく出現することである。森林であった場所に空き地が生じるとその翌年からこの種が一面に出ることがあり、そういう場合は数年ほどそれが続いた後に消える。このような出現のパターンをとるものはいわゆる先駆植物といい。 繊維の初期に素早く成長し、他の植物が反茂し始めると、消失、新たな場所を求める、という生活をしているものに見られる。同様な場所では、竹に草がやはりそのような出現をすることが知られる。しかし、拡乱を受けた後ではあるものの、自然な繊維に外来種が、このように入り込んでいるのは異様である。原産地はアフリカ。南洋や台湾には、 第二次世界大戦以前に侵入した。日本での最初の発見は、長田は1950年の福岡県とし、佐竹他は1947年の北九州としており、いずれにせよ、数年で九州から関西まで広まり、現在では関東地方までで普通に見られる。沖縄への侵入も戦後である。日本では特に利用されていない上に、 どこにでも生えてくる植物なので雑草の範疇に入る。柔らかくて背が高くて根を張らないから引き抜く困難はない。他方で柔らかくて悪もなく食料とすることが可能である。長田は春菊に似た香りがあり食料野草の有品と記している。同時に南洋春菊、台湾で昭和草との故障があったことが記されている。清水は中国大陸で 革命祭と呼ばれたことが紹介されている。現在の日本でも鶏の餌などに利用するのを聞くことがある。ベニバナボロギク属の植物は約30種あり、いずれもアフリカ、マダガスカルを分布地、原産地としている。日本にはこの種のみが知られる。似た植物としては別属ではやはり幾何植物のダンドボロギクが全体にやや似ている。ノボロギクは 背が低くて、ややハウので似ていないが、登場花が先細りの筒状になっているところはよく似ている。長田 P72 長田では、台湾では名前のわからぬままに蒸気のような名を付けられて、食用とされた、とある。清水編 P208。ありがとうございます。